あのよ、どうせやんなら協力しねえか。どういうことだってばよ。俺が門の方を受け持つ。で、おめえは向こう側へ渡る方法を考える。里がボロボロだよ。まあ襲撃もあったししょうがないけどね。おや、あんたはいつぞやの忍者様ではねえか。盗賊退治すごかったな。あれ以来悪事はすっかりやんだよ。戻ってきなすったのは何か用があってのことだか。そうだったってばよ。真珠探してんだけど、おっちゃん見たことある？もちよ。俺は湖で真珠取りもやってる。見せてやろうか。誰なのか知らないけど、お礼言っといてね。はあ、はあ、ホテルでのお食事承知しました。そう伝えてね。承知しましたって言ってたぞ。おお、そうか、よくやった。貴様は誰？貴様ら、妹に近づいた理由はやっぱりそれか。そんなもの使って覗きが目的だったんだな、ガキのくせに。このガキやっぱり覗きをするつもりだったんだな。思った通り、めんどくせえことになりやがったぜ。ひらっ！ひらっ！はっ！ああ、you
おや、何か揉め事かの？あんたのせいだ。その人の兄ちゃんがやらしいことすんなって怒ってんだよ。なんと、とんでもない。食事に誘っただけなんじゃが。あなたがですか？いかにも。でもあなた様はジライア様ではありませんか？あの伝説の三人の。兄さんたら、だから言ったのに、立派な人だって真珠もらった時から分かってたわ。え、本当に伝説の忍者だったの？当たり前だ。失礼いたしました。てっきり、いや、何でもありません。ご無礼お許しを。あ、いやいやいや、分かってもらえたんならいいんじゃ。はい、それはもう。では一件落着したところで食事を続けましょうかの。ナルト、お前はもう寝ろ。もう遅いから宿に戻っとれ。また後での。近丸、サンキュー。別にいいけどよ。